しっかり伸びる。レッスンに来るのが楽しくなる。遊びを取り入れて、ちゃんと子どもたちのニーズにお答えできるように邁進しております。指の体操はじめ。指番号もゆっくり1、2、3、4、5と覚えていきます。リズムの楽しさからコアラ、ラクダ、ラウンド、ゴジラ、ラパ、ラウンツ、ツクシ、シというふうに言葉もつけて楽しく覚えます。まずリズムに基本が身につくと、今度は和音を覚えていきます。波長調なら
えるだけで少しおしゃれな蝶々やブンブンブンに変化します。例えば G7 なら2-5 とは、と蝶々なら Am-D7、 へ蝶々なら2-5とは Gm-A7-Dm。 このように少し変化をつけるだけで、あら不思議、コード奏法もとっても便利です。調子を変えてみるのも楽しい練習方法になると思います。簡単な一段譜コード奏法で弾けると本当に便利でございます。どこのテーマも。ですが、ドラゴンクエスト、ドラゴンクエストのテーマ曲も本当はとても簡単です。
介して行動奏法で弾ける。皆さんよくご存知ドラゴンクエストのテーマ曲やいろんな曲がコードネームでちゃんと弾けるようになります。ずんどこぶし、基本を身につけてアレンジができるととっても幅が広がります。それでは後ほど。おはこんでもよよとふん、ミファの上にあるのはなんだ。ミファの上にあるのはミファソーラです。今度はラシ、ラシの上にあるのはドレでございます。ピンポン。ヘビはスネーク、お猿はモンキー、ワニはクロコダイル。子供たちもとっても遊びが大好き。赤はレッド、ブルーはアズール、メウオキアビ、そのアズール、アンダンテ、歩くような速さって、ミピアチュ、とかピアノ、メノメ、メソノ、エマギシゲト、とかプロフェソール、ピアノ、マイフェイバリットシンク、ミピアチュ、ショパン、ドビッシー、サウシドクちゃんなど、バンディちゃん、なんでもやってみようと思う気持ち、ミスや間違いは誰にでもあるんです。皆さんも良いところを見つけて、決して完璧ではなく、あ、できた、あ、できた、あらき、できた。子供たちも少々疲れがある時期です。これからますます暖かくなり、子供たちも日焼けもし、疲れる時もありますが、そんな時は一緒にちゃんと喜ぶことをちゃんと理解して、ちゃんと子どもたちの能力を引き出すような会話、あ、できてよかったね、ちゃんとできるわよ、あなたなら大丈夫よ、先生との相性もとっても大切になってきます。良い子の皆さんももっと自信を持ち、自分なんかダメよと思ってはいけません。本当に皆さん繊細で豊かな感性を持っています。ダメ言葉ではなく、あなたとっても
すごいわね、ちゃんとできるわね、とっても自信になる言葉をかけてあげることは大切になってまいります。それでは、せーの、あいた、ワニ、あいた、これも子供たちが好きです。くじにスーパーボールすくい、うん、お嬢ちゃん、こい焼きいかが、あみだくじいかがかな、とっても楽しいよ、あり、いって、なんだった、楽しく学ぶのもとっても楽しいでございまする。それではね、よい子の皆さんもとっても好きなことをテーマにして簡単な曲を創作、自由に黒鍵だけで弾いてみたり、3つ4つのコードで楽しく曲を作ってみてはいかがでしょうか。何でも好きなことを曲にしてみる。1625145114 41などのコード進行で何でも作ることができます。好きなことを歌詞をつけて弾き語りができるととっても便利になってきます。それではまたね。あっけのこと、のこと、レモンちゃん、昨日の給食何でしたか。はーい、昨日は肉じゃがでした。ピンポーン。はい、もうちゃん、今日の給食何でしたか。はーい、今日はお魚でした。ピンポン。学校が始まり、昨日も給食は肉じゃがでした。ちゃんと覚えてるもんね、金太郎くん。はーい、良い子の皆さんもお返事もちゃんとできるし、何でも良い方。みんなも楽しく学んでね。楽しく学ぶ、これが一番です。それではインタビュー終わります。それでは古舘伊知郎、また頑張ります。だるまさんが転んだ。発見のこと、のこと、のこと、のこと。それではね、さようなら。